スーパージュニアからセブンティーンまでグローバル K-POP ファンが選んだアイドルアワーズの結果は、写真イコールファンダムス、クールファンダムスクール、ファンダムスクールのアイドルアワーズがアメリカニューヨークのタイムスクエアで結果を発表した。28日、ファンダムスクール側によると、27日、現地時刻、アイドルアワーズの投票優位。果てがニューヨークタイムスクエアのロイターとナスダックビルの電光板に掲げられた。これは4月から8月まで行われたファンダムスクール内のアワーズ投票を合算した結果だ。計2億2000万票のうち8000万票余りを獲得したスーパージュニアが大賞を手に入れた。韓国はもちろん世界を舞台に活動するスーパージュニアの位相を証明した。他にもエクソが最優秀男子グループ賞を、FX が最優秀女子グループ賞を受賞した。マナワンのライグアンリンが個人賞、ゴールデンチャイルドが新人賞を、少女時代のテヨンが最優秀ボーカル賞を、セブンティーンのスングアンがベスト OST 劇中歌賞を受賞した。ファンダムスクール関係者は、ファンダムスクールの投票は韓国よりも海外からのファンの参加が多い。特に中国版ファンダムスクールを通じて中華圏から多くのファンが流れ込んでいる。今後様々な国に進出して K-POP を世界に知らせ、国内外のファンとコミュニケーションし、ながら K-POP を代表するグローバルプラットフォームになると思う、と紹介した。ファンダムスクールは9月からはシーズン制で投票方式を運営する。最終優勝者は大型グローバル電光板に表示され、シーズンの投票結果を5-3し、来年初のソウル歌謡大賞でファンダムスクール賞を表彰する。今シーズンの投票期間は10月31日までだ。最近リニューアルされたファンダムスクールアプリは、アイドルファンダムがクイズを解き、景品を受賞される進行で行われる。Android、iOS バージョンはすべて無料でダウンロードすることができる。